のプレイヤーは発言してください、は,は,さいはいおはようございます、えー。占い仕様はございません、えー。そうですね、1日目の1週目の1番目ということで、特に話すこともないので、えー、次の8番さんに回していきたいと思います、えー。2週目以降はきちんと考察を述べていきたいと思います。以上です。8番、のプレイヤーは,発言しては,は、発言してください、うん。はい、おはようございます。村人陣営です。えー、2番目ということで、えー、進行論というか、 僕はえっ、ー、とムラスラっていうのがすごく嫌いで、うん、ちょっとわけ分からないなってしまいますで、えー、7番さんの印象なんですがまあえっ、ー、と普通な感じで、まあ、全く色が落ちてない状態かなっていう感じですねえっ、ー、と西見以降しっかりと白い黒い理由付けてあげていけれたなと思っていますえー、皆さんも頑張っていきましょう以上です9番 のプレイヤーは発言してくだ占い師でした。4番さんが素人出ました。4番さんが素人出ました。七八<あ>、はい、に触れます。7番さんは、うん、なんもない。印象いい悪いもないし、これ、急に素人出しした。7番さんは、ちょっと印象悪かった。うん。なんか、7番さんに触れる前にいきなり進行論で村、むら、うん、すら嫌だ,だ。うわでも、元北区部部長さん、代表さんが対抗、うん、まずね、7番さんと言っしてやっぱり、最初にやっぱ進行論話し始めるのって、 うん、ちょっとね若干だけどかす発言稼ぎに思えてしまうまあ細かいとこ細かいところだけどそれだけでも黒にか黒になするつもりはないけど印象が悪かったちょっと7番さんは分からん、うん、で4番さん白、うん、でえっとね役職はちょっと白くなってほしいかなあんまり黒くならなくていいからあのやっぱ占い占い値無駄にしたくないから役職はあの変に黒くなろうとしなくていいです別に、はい、以上です1番 のプレイヤーは、発言してく9番さんにまず触れたいんだけど、4番さんにしろってとこだけど、そこでね、うん、一言でもいいから、4が占いで出てきた場合の強靭戦を追ってほしかったっていうのが9番さんに対しての印象ですかね。うん、うんただ、他のね、8番さんに対しての,あの印象、あの進行論から入って、全く意見が一緒だったので、うん、白いかなと思っています。ただね、そこ 確かに7番さんに対してうん先に増えてるのもあますし、うんまあ、7色落ちないっていうのはねその位置しょうがないもうちょいなんかあったかなってところかな、うん、以上です。2> 2番 のプレイヤーは発言してください、さいはい、えー、おはようございます。占いナイで9番さんが白と出た。9番さんが白と出ました。<ジ>えーとここまでだからもう今日はグレーズリですよね。で、今んとこグレー78、78、1番さんかなんだけど、7番さんは、まあ、あっさりしてで特に色は落ちてないです、うん。8番さんの進行論、ムラスラ嫌いってことなんで、俺も見る。2の石を出しちゃおうかな。うん いい白だししょ。一番さんは、う番さんも一番色落ちないんだよねいいだ、特別黒い発言はなかったここまでね。うん、でででだから俺目線も9番さん強靭確定してるんで、えっ、ー、とね、あとは4番さんがその格好いいがあるのかなってとこを見ていきたいかなと思ってる俺はね。うん、とりあえず今日はグレーランですね。潜伏するすえ潜伏する潜伏するか、はい。おはようございます。 えそうですね。今日はグレーズになると思うんですが、まず7番さんは色を潜伏するか、たまには。一考察すると言ってたから、それで2周目伸びればいいと思っている。で、8番さん、うんと、まうん、するか、たまには。9番さんと1番さんがね、その8番さんのことを少し叩いてたけど、そこまで自分は引っかからなかったかな。ただ、まぁ、えっとね、怖い色精査とか言ってしまうとあれだけど、まぁ、7、8で比べたら8番さんの方が少したどたどしく聞こえた。 78で関したら8番さんの方が少し印象は悪かった。うん、で1番さん、9番さんがその4番の強靭を、うん、少し発言してほしかったと叩きながら印象は良かったと。うん、8番さんのその殴りが、えー、視点が一緒だからと、うん。自分には少し占い師へのすり寄りにも見えた。うん、だから781で精査するなら自分は今1番を少し黒く見ている。うん、ってところかな。2周目も少し考察します。以上。4番のプレイヤーは サンバさんは1番さんが9番さんへのすり寄りって言いましたん寄りどっちかっていうと9番さんを殴ったって感じだったと思うんですけどちょっと無理やりだったかなうんなんかまあ1番さんが黒いっていうのは確かに納得なんですよ、うんえっと、9番さんが私の強人を追ってほしかったっていうのはなんか無理やりだから9番の偽を追いたかったのかなっていうところで。 うん。なんかよくわかんない、うん。3番さんに関してはっていうところだな。うん。まあ結果的には1番さん黒っていうのは一緒なんだけどね。で、8番さんに関してはま9番さん言ってくれたんだけど、まあ、えっと、7番さんの色落ちがなしっていうことで、もうちょっと発言なかったし、なんか色落ちなしじゃなくて、まっとね、黒目とかいう感じで攻めてほしかった。まあそこがね、あんまりヘイトを変えてくない狼だったのかなっていう印象。1、8の順で黒く見てる。3番さんもちょっとその辺の理由は次説明してほしいかなっていうところですね。以上。 5番のプレイヤーは発言してくださいえっとワイあ,のあれがネットが切れてしまった3番さんと4番さんの発言は聞けなかったんですけど、えー、っと9番さんと2番さんの占い、えー、把握しました9番さん4番さん白2番さんが9番さん白だってるかな781のグレーについての話なんですが7番さんに関しては、まあ、あっさりしていた僕視点はね結構一番最初って えなんかあっさりするよう話してほしかったので、あんまり印象がよくなかったかなって感じ。8番さんに関しても、えー、進行論、ムラスラが嫌いというところ、あんまり印象こうもなかったかなという感じですね。で1番さん、えー、8番さんが先にえー、進行論から入って、7番さんに対してその後印象を言ったから、できれば先に行ってほしかったっていうので、9番さんと同様にちょっと8番さんを黒く見たっていうことだったんですが、僕はそれね、ちょっと結構雑に黒く塗ってるかなという印象あって。 僕、ちょっと一番さんの印象が一番悪かったかなっていう感じですね。別に八番さん、そこまで、なんかその順番で印象をつけるのはどうかなって僕は思いました。なので、えー、っとすみません、三番さんは、ね、聞けてないんで申し訳なかったんですが、噛まれたらや7、8 7、7に関しては、一番さんが印象悪い、一番印象が悪かった、で、八番さんが色落ちがしない、で、七番さんは一番目ですが、もうちょっと喋ってほしいということで、一番さんの次に印象が悪かったかなという印象、1、7、8という順ですかね、印象,印象付けでは。 いう感じですねで3番さんに関しては、えー、聞けなかったので2週目しっかり発言聞いていきたいなと思います。で4番さんもね、聞けなかったんですけど、スライドがない限りは困りまあ、番さんにし。ここいいす6番のプレイヤーは発言してください。わあわわわ村人陣営でした。占い結果についても把握しました。で、グレーを触れていこうと思うんですけども、まあ、7、8、正直印象ないっていうのが素直なところですね。 8番さん結構印象悪く見られてるんですけども、これチャットでの使用できないじゃないですかってなった時に後半の方が圧倒的に有利なんですよっていう面から見ても、最初の1番、2番はある程度半で与えてあげなきゃいけない位置で、まあ、2, 日目の2回目の発言をもってして色付けるっていうところだと思ってるんで、うん、そこを、ね、8にね、ヘイト集まりすぎじゃないのかなっていうところが気になってます。で、1番さんは、まあ、ちょっとね、 えー、9番さんにね、4の強陣を得っていうのをすごい言ってて、いや、そこは難しいんじゃないかなっていう風な印象素直に受けましたね、うん。で、3番さんは1黒と、まあ、その点で僕は1番さん、怪しく見てるんですけども、3番さんは1黒っていったところは印象一緒なんですが、まあ、ちょっとね、3番さんも8番にヘイドを向けてたっていう点で、うん、ちょっと気になりはしましたね、ここ、うん、やっぱ初日はある程度っていうところはありますね、僕はね。 占い結果は左上見てください、ね、数学でも,もいいでするんで。まあ、1、7、8と、うん。一応黒く見てるとこは一緒ですが、うん、僕は三番、僕は1、3っていう感じですかね、今のところ。7、8は2日目の発言聞いてきます。7番のプレイヤーは、発言してください。 目回ってきましたまず今ののところ黒く見ているは5番さんとと番番番さささんんんですすから述べていいいきた思ままずが黒い理由なんですけども1番さんに対しての黒塗りの理由ですね1番さんが8番さんに対しての黒塗りの仕方が雑だと言ってましたこの村はチャット CEO ができないので初純の方に対して雑な黒塗りをするっていうのは非常にいいことだと僕は思うのですがそれに対して5番さんが1番さんを黒く見てるっていう理由が全く分かりません でした。えー、一番さんが初陣の人を殴ることで、えー、初陣の人が、えー、自分にヘイトを向いてるんだなっていうことを認識することができて、えー、二周目の初めの発言で、えー、うん、えー、口頭で使用することができるっていう利点があります。っていう、そうですね、理由から五番さんを、えー、今のところ黒目で見てます。で、一番さん次の時点で黒いっていう理由なんですけども、四番さんが ほとんど述べていただいたんですけども、それについて補足しておきます。えー、1番さん、8番さんのことを印象悪いと言ったのはいいんですけども、えー、僕に対してももう少し触れてほしかったですね。全く発言していないっていうことで、まあ、印象付けられないっていうのは分かるんですけども、発言していないから印象が悪い。えー、怖い色が結構 えー、スラスラしてたから印象がいいというのは、えー、述べれたと思うので全くわからないという発言はなるべくしてほし,し,しくなかったですねっていうところで1番さんが、えー、時点で黒く見えています。えー、8番さんに色がつけられるなら、えー、僕にも色,々色がつけられると思ったので、えー、1番さんを黒で見てます。えー、51の順で黒で見ています。以上です。これ強靱ですね。 のプレイヤーは発言してください、は,さいはい西見ですね。僕が今現状で一番白く思っているのが一番さん。えっ、ー、と、2、3、4、5、6、7で一番印象が悪いっていう、一番さんが印象が悪いっていうふうに言っていた。リり一に上げていって、えー、みんなが上げていることということはありえないのかなと思っています。で、現状では一番白っぽい。で、ね、この,のは。と、一番黒っぽいのは5番。えっ、ー、と、2、3、4と、えっ、ー、と、 んとずっと同調なんですか同調というか、何、えー、て言うんですかね、何、えー、だヘイト、ヘイトを向かって、1番さんをずっとヘイトが向かっていて、で4番さんが白を、まあ、もらってて、それもまた5番さんが、えー、1番さんに、何、えー、て言うんですかね、釣り位置に上げてい,げていたというか、印象が悪いというふうに言ってたので、まあ、5番さんが一番、えー、怪しいように見えます。 9番のプレイヤーは発言してください。うん、聞こえない。あれ発言してください。あれなんかバグひどいな、これちょっと。時間のラグがすごい。ちょっとバグひどい。うん。えっとね、サイクロは5番かな。5番が黒いと思った理由は、 5番が黒いと思った理由は、まず1番さん殴ってよね。8番さんに色をつけるのは早いんじゃないかと。だったら俺も殴るべきじゃないの。5番さん俺が最初の8番さんを若干殴ってよね。だったら5番さん目線も、え、マジ だったら5番3目線もは、俺を殴る、俺を殴るべきだと思うよ。俺も8をな、俺もにちょっと黒塗りしたから、からそこ占い師からヘイト変えたくない感じがした。あと5番3の位置で印象論で、印象論であのスケールを上げたんだよね。それはちょっと、本当防御感を感じた。もう5番3の位置だったら白黒はっきり言ってほしい。印象論では上げなくていい。 5番さんからかなり防御感を感じたから、俺は5番さんが黒いと思う。1番さんに関してはちょっとわかんない、うん。1番さんはでもそこまで黒よさは拾えなかった。白受けができないが黒よさは拾えなかった。でね、8番さんが5を最強か。まあ、8番さんがちょっと白くなったかなって印象、二巡目で。あのー、黒いが似てるから。5番さんが相人狼だったら相方、あやは6か3かなって感じかな。うん、7番さんを5をサイに上げてたから、5番が黒だったら3か6だと思う、あやは。 うんで6番が31か6番が31返し目うんちょっとどうだろう,うんちとこれ難しいな5番が黒いっていうことしか分かんないな5番さん黒だったら366が31返し目うんで2番さんに関してはね強人もあると思う、うん、お礼に白打ってるけどそこを逆手にとって指名取る可能性もあるから2番さんはもう強両方で打ってる今日は今の段階だったら5番さんに入れた1番のプレイヤーは発言してください ああなんか、マイクマークがちょっと黒いままなんだけど、聞こえてますかねちょっと聞こえてる手で話します。3番さんが僕がすり寄りで黒いって言ったんですけど、うん、聞こえるああ、OK、大丈夫です、えー。3番さんがね、1番はすり寄り、9のすり寄りだっていう発言があったんですけど、まあ、正直ね、9番さんしか占い出てないっていうタイミングで、しかも僕、9番さんに対してむしろヘイトを向けたんですが、 うん、それを黒すり,りすり寄りって言われたのがちょっと3番さんが黒いなと思いましたがそれよりもやっぱりね34566、まあ、はまあ,あれ時点での話だったんですが345と1黒いって言ったりなんですけど4番さんが1番さん黒い 1一番黒いって言った理由は明確に話していたんですが5番さんに関してなんですけど雑な黒塗りっていう点に関してだけで、えっと、僕にするよあの黒塗りをしてきたところがすごい黒いなと思いました5番さんですねで6番さんなんですがんか無難な印象を受けましたね、うん、56だと5の方が黒いですが、うん、6も 5, の5を黒い位置に上げつつやっぱり僕も入れている,るかってところで若干引っかかったのが6番さん うーんってところですねこれもうつ、うん、られち上がってるので、僕はハ,、うん、ハンターです。僕は、えー、と何があっても番あれ僕が噛まれた場合は5番さんを打ちます。それとだけ言っておきます。うん、これ役職普通にしようありなんだよね。だよねならいいかな。今日は僕は5番さんに入れたいと思います。僕が噛まれた場合は、えー、5, 番あれ5番が生き残ったら5番に入れます。えー、以上です。2番。 のプレイヤーは、発言してください 1> <laughs> え。1ハンターだったの <laughs> えーとね、俺正直ね、1番めっちゃ黒いと思っちゃったけどね、一ハンターだからいいわ、とりあえず。それれうしたらもう時点で怪しいところだと5番なんだけど、5番か8番になっちゃうんだけど、8番さんは一応白く見てんだよね。うん、まあ、ちょい8時ラインも見てたんで結構。うん 1>, 1番さんがさ、ヘイト、集めやすいところにヘイト投げてたから、81を追っちゃったんだけど、1がハンターってことでなくなった。ってことで、やっぱ5番さんかな、178で印象が悪い。うん。まあ正直ね、印象論だけでそこ黒く見るってなんだけど、うん。 うーん、正直俺ね、1番さんの発言、俺だけかもしれないけど、プツプツだったんだよね、最後の方。だから全然発言聞けなかったから、正直色は落ちてなかったんだけど、うん、そうなってくると、2>, 2が狼ですね。うん、だから一瞬あんま聞いていないんだよ、1番さんの発言。だから、えー、5番、うーん、2> 2かけ5かな。正直まだ3番さんの発言も残ってるけど、今んところ現状5かなって感じで、以上です。3番。 まず最初に、まあ、4番さんにも言われてたのに昨日のことを説明します、えー。自分が言ったのは1番さんが、ね、9番さんを殴りつつ、えー、9番さんの8番たたきに同じ意見だとで、印象がいいと言ったのが低か,かった、うん。殴りつつね、9番さんの8たたきが印象、えー、同じ意見で印象がいいと言ったのが低か,かった、うんはいで。今日はそうだね、まあ、逆に5番にヘイト集まりすぎかなって気がしてるんだけどね。うん 自分でも8番は普通に黒いと思ったけどな、1、うん、番の白い理由しか説明してなかった。うん、で、結局黒い位上げたのが5番。俺、ここ7番のんの便乗にしか見えなかった。うん、普通に8番黒く見えたんだけど、別に5番さんが白く見えたわけじゃない。うん、5番さんは、うん、ただそこまで黒いとも自分は思わなかった。うん、で、こんだけヘイト向けられていると、逆に5番さんもどうなのかなって思う。うん、自分はまあ5番さんの発言聞いてたけど、まあ、5、8どちらかな。うん 4番のプレイヤーは発言してくださいあのですねあのヘイト向けられすぎだから白いとか黒いとか言い始めたら切れないんでもうやめましょうこれ以後ヘイトが集まりすぎとかヘイト集まってるから逆に白いとか言いう話はやめましょうもうマジで無駄だと思うだって村が優秀だったら黒い人にヘイト向くのは普通だから、うん、で全員優秀だったら黒い人それで 処刑できるから。うん。もう、それの話し始めた人はもう全員黒と見ますね。はい。っていうところ。で、えー、8番さんかな、サイクロは。うん。イチが黒いって言ったらも7番さんの完全便乗だったっていうところ。うん。だね。うん。で、えっと、誰だったっけな。えっと、まあ、いいや。8番さん、まあ、形らしいね。8番さん、釣りだね。私は8番さんに投票しようと思ってますね。 5番さんはそんな黒くなかったかな個人的には。5番のプレイヤーは発言してい3番さんと四番さん聞けなかったんですが、話の流れ的には三番さん、4番さんも一番さんを黒く見ていたという感じだったんでしょうかね。で、一番さんはったということで、うーんとこの中でグレーですと、三番さん、えー 3番さんは白く見ます。なぜかというと、僕はこんだけ7、8、9、1と2と、ヘイトが僕に対して向かっているところを、3番さんオオカミだったら、はっきり言ってここに便乗して黒く塗ればいいんじゃないかなと思いました。それなのに、他にヘイトを向けに行てきて、5番を白っぽいってはやないが、そこまで黒く見えないって発言をしたのは、オオカミの行動ではないのかなと思って、3番さんは抜かそうかなという感じです。6番さん、僕が1番を。 黒く見た後に6番も、えー、1番を若干黒く見た感じそうすると僕視点は、えー、6番と,、えーとねえー、68とかが黒,、えー、黒なんじゃないかなという印象を受けております7番さん抜かした理由なんですけど、えー、っと7番さん,そうんでもそうかうんちょっと8番さんの黒い理由が、まあ、単純に7番さんの便乗というところなんですけど そうだよなで、えー、っと6番さんに関しては、ちょっと,、えー、っと言葉がまとまっていない。まあ、とりあえず、僕視点は3番さん結構白に置いていて、えー、6、7、8が、えー、に、えー、がえ2、ー、2人路いるんじゃないかなっていう、えー、印象を受けております。で、7番さんに関してはいきなりこちらヘイトを向けてきて、えー、ヘイトを飼いやすい、その小判にヘイトを向けてきて、ヘイトを飼いやすい。えー なんてんていうですかそういうあれをした,したので狼だったらそこまでそういうことはできないんじゃないかなって印象を受けているので便乗だったら6番さんや8番さんあたりが黒っぽいんじゃないかなって印象を受けております68どちらか入れ,か入れたいかな6番のプレイヤーは発言してくださいって、ね、5番さんは34聞けてなかったっていうところで、まあ、多少印象になっちゃってもしょうがないかなっていう部分もあるんで、まあ、僕は怪しく見られてるんですけどもそこはねある程度 まあ、飲んであげるというかそれはわかるなっていう感じがしました、うん、でまあ、確か俺は最初はねまあハンターだったんだけどやっぱ1がね怪しいなと思ってたんですよで時点で3だったんですよねただあの2週目の発言聞いてね確かに8が気になったっていうのはわかるうん便乗だったよねプレてる位置も少なかった印象ありましたなんでもう僕も8入れたいんですが のないはねないのかなとは思うんですがやっぱ8912がずっとね LINE がね5に向いてたんでそういう意味では切りやすかったのかなとも思ってますで今日は僕8入れます「投票を始めてくファン」「<laughs> ありえん、オラじゃないべ」「噛まれたらやばいな。5番」 エ選ばれました<ー>5番のプレイヤーは発言していそうすると78にオオカなんじゃないかなという印象を受けております。 そうですねえー、っと6番さんが黒だった場合、その8とかと相方だった場合は別に僕に対してヘイトをまた向ければいいんじゃないかなという印象なので、そこに対して8番にヘイトを向けてきたところ、そうするとまあそこが黒じゃないんじゃないかなという印象を受けているので、で3番さんに関してはさっき言った通り白く見ております。38ライン見られてもいいです。なので、僕視点はうーん78が黒でこっちにヘイトを向けてきたという印象ですかね。4番さんに関しては分かりません。9番さんが偽だった場合は4番さんが。えー 黒の場合もありますが今のところは考えておりません僕は78黒かなっていう印象ですでこ,うでこうここここら辺かなはい6番さんが黒だった場合はそうですよね僕を叩けばいいですからね78と7891と便乗でなので僕は6番さんは、えー、2周目その、えー、白っぽくなって78の方が黒かなって感じです夜が来ました目を閉じてください 噛まれるかないやでも2番オオカミだからんでかめいと思うけどなグレーかむんじゃないかなキウイメが一番いいけどキウイはかまないよな いや job, も朝が来ました昨夜死んだのはかまないよね6番7番のプレイヤーは発言してください,ださい8白6白はい分かりました えー、追加させていただきます。えー、まず、昨日の5番さん投票の理由から述べていきたいと思います、えー。5番さん投票の理由なんですけども、5番さん2週目の発言で、えー、僕が、えー、もし狼だったら、あんなヘイトを買うような発言はしない。で、えー 釣られた後ですね。釣られた後は7八でで、7でタックを組んで、僕を潰しに来たから、7八狼で見てるという発言がありました。5番さんの発言の中で、僕が5番さんに対して殴ったことに対しての反論、または同意っていうのが全くなく、ヘイトヘイトとばかり言って、そこだけで殴っていたので、5番さんはいまだなお黒で見ています。で、今日なんですけども、僕は2番さんから釣ろうと思ってます。理由なんですけども、昨日の2番さんの発言で、 えまあ5番さん8番さんえが釣り位置で上がってるんだけどえ5番さん8番さんが釣り位置上がってるじゃないえ5番さん8番さんなんだけどえどっちかって言ったら5番さんの方が黒いかなっていう発言があったんですけどもえ3番6番7番はどこに行ったのっていう発言が全く見えませんでした。で8番はえなんとなく白で見ている。 でだから5番さんを釣ろうかなっていう発言があったんですけども、それ全くもっておかしくないですかっていう発言で、えー、3番6番7番について全く触れずに、えー、5番と8番でどちらか、えー、釣り位置が上がってるところから釣ろうとしてるっていう考えだったんで、えー、2番さんが今のところ強靭で見えてるので、えー、2番さんを釣ろうかと思ってます。えー、以上です、えー。5番さんの相方位置はちょっとまだ見つかってないので、えー、明日以降生き残ってたら、えー、また考察していきたいと思います。す以上です。 8番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。僕も5番で連れてると思います。えー、っと、5番さんの相方としては3番かなと思っています。で、えー、っとですね、えー、3、4、どっちとも怪しいなと思っ,て思っているんですよ。で、えー、ね、うんなので、やっぱ9番さんの方が。 2戦目に見えるというか、<laughs> いう感じがします。絶対28に見えたい,なと思っています7番 <laughs>、えー、さん、白っぽいなという印象 <laughs> 絶対に8じゃん、これ。9番のプレイヤーは発言してください。まず6番さんを占った理由は、5番さんがもうとにかく黒く見えたから、5番さんが黒いと思ったのは、まずね、便乗っていう理由で叩いてるんだよね、全部。 あの8番、6番、5、便乗という理由だけ叩いている。うん。あとね、そうね、しかも8番さんって7番さんの便乗してないよね。だって7番さんは 5, 5番がサイクロで、時点で1。8番さんは1が最初だって言ったんだよ。全く便乗してないよね。そこを便乗って言って叩いてるのが、まず話聞いてないし、黒雑にも思いた、本当に黒塗りの仕方が。やっぱ1巡目も印象論しか、印象論で、 あのスケール上げてるしあの、8番さんに黒塗りした俺も怪しき目はせなのに俺にヘイト向けなかった。だから防御感も感じたし、2周目も相変わらず黒いなと思った。で、その相方一が3、6で見ていて、6番さんが5番さんと全く同じ理由で8番さんにヘイト向けた。で、3、5か5、6で見てたんだけど、5番さんは3、3を結構白いって言ってたから、露骨かなと思って6を選っただから6番3は白でした。はい。5番さんで連れてるとしたら3番だと思う。で、8番さんが狼だったら、相方7しかいないと思う。 はあ、8番3に入れてないのが、もう7番しかいないんだよね、グレーだったら。だから7、78かなと思ってる。うん、ただ、78だった場合、7番3は俺を釣りをろすはずだよね、絶対に。78だったら占いシーンについて、俺がシーンと分かるから、7番3目線。だから、俺を釣り落ろすはずだけど、7番3は2から行きたいって言ってる。だから7、78ラインはないと思う。うーん。で、8んもないよね。だから、多分これ3号だと思う。8番3発言黒いんだけど、多分ラインが見えないんだよね、8番との。 ラインがあるとしたら7なんだけど78だったら絶対7番さんは俺を釣り寄すはずだから78じゃないと思うだからラインコーからろ発言は黒いけどで3号で見てるで2番さんの足し要素は1番さんが結構黒く見えたっつったよねでも2番さんは1番さんプツプツで話聞こえなかったからって言ったのに黒いっつったんでおかしいよね絶対ハンターなんだ黒いってでもプツプツで聞こえないっつったのに1番のプレイヤーは発言してくださいえー、占い決め打ちの盤面ですが僕は2番から行きたいなんでかっていうと昨日ねやっぱり あ俺ハンター使用した後への、うん、自分、自順2番さんの場になってから僕への話がすごい長かったってところが不審に思えた。これ、プツプツじゃない、そこがマジで怖いんだけど、プツプツじゃないことになる。で、それはちょっと申し訳ないけどね、2番さんには。うん、けどそれが話長かったなっていうのが純粋な印象かな。で、9、白打ってんじゃん、2番さん。それがちょっとなーっていう、まあ、ランダムだからっていうのもあるんだけど、で、今、8番さんの意見ですごい低っか,かったのが、 なんやかんや触れつつ結局2を死んでみるってところでワンチャンかこあんじゃないかって急に8番さんの口から9は見死んでみれない2を死んでみるっていうところ決めちゃうらから行きたいっいうのがあったので <laughs> なんか2、8がすごい黒く見えてしまいました。なんで9番さんの今の意見はすごいわ、うん、かりやすく理にかなってたので9の方がい,いや無理だな。譲り、うん、は無理だな。うん、なったら2から行きたいですねってところ。 2、強人、8、狼。まあでもな、うん、8の相方っていうと確かに9番さんも言ってましたが、うん、ラインが見えない。あるとしたら2、8ぐらいなんだけど、さすがに2、8、ロ々は追えないので、強狼、あっても強狼なので、うん、2、強軸で置くとやっぱ8、黒なのかなって、相方1が見当たらないってところですかね。うん、最悪のケース、2、8、ロ々も考えられますが、今のところ2、強8、老、9、んで置いてます。 8の相方位置上げて、うん。これは譲りでいいとこあ本当にラインが見えない、正直。うん。そんなとこかな。うん、今日は2番からいきます。怪しいと思ってんのは8番。3、4については今回精査していきたいです。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいうん、まず言っとくけど、俺が強人だったら9に白を出す意味メ、メリットあるうん、そこを考えてほしいんだけど、普通に。 うん、で、俺の新目作言てるのは8なんだよ、正直。8売らって白だったからさ、うん、正直俺も八8番売らてめっちゃ後悔しちゃうんだけど、<laughs> もうなんか9行きたいとか、なんか俺を真に多分見てるしさ、うん、8番さん白だけど、マジ黒くならないでほしい。で、俺、俺目線ね、9今日決まってんだよ、今日強じね、9が。だから俺、グレー詰みたいんだけどダメ、だ、う、め、ん、正直俺決め打ち決、占い決め打ちみたいになるけど、俺、グレー行きたいんだけど、だめなのかな、普通に。 俺目線強靭するよりはもう、うん、結構ね3号で見てたんだよ正直3号もしくは7で見てる俺はねもうそれしかないよね7番さんで結局占い行きたい俺から行きたいって言ってきたあたりからうん今日は別にグレー詰めてもいい盤面だと思うんだけどどうなのかなグレー組んだったら7行きたいうん占いだったら9ね以上です3番 のプレイヤーは発言してください自分は今日2番釣り考えてます。うん、8番がまず黒い、うん。8番5黒で置いてて、34怪しい、うんで。で、2番新置きして九番釣り。うん、34怪しい。で、4の怪しい理由も言ってない。5番黒でするなら34のどちらかになる。うん、なんか、うん、8番はもう黒いと思った。で、2番さん今の発言。35黒で見てるのは7釣りおかしくない、うん、自分釣りじゃない。 うん、ちょっとその2番さんの発言よくわからない。うん、3三ク黒で見てるのにかわいじゃないかな。2番釣りか、2番釣りしか考えてない今、うん。2番今日で8番囲われてる気しかしてないから発言的にも、うん。ただ8番の相方が本当に見えない。あるとしたら7番かなと思ってるけど、うんあ。ただ今日はもう2り考えてます以上。4番のプレイヤーは 発言してくださいうん、まあ今日は2番さん釣りでいいと思いますね。うん。2番さんはもうグレー詰めたいって言った後3冠、3な7でどっち釣りたいんだよっていう感じですよね。うん。っていうところ。だね。うん。まあ死んならね、もう死ぬ気で9番さん釣りをしてほしかったですね。まあ今日はもうだって、私をだって、あれでしょだって、白で、白前提で言ってないグレー詰めって。うん。もう 自分が店でキムワさん死んって言ってるようなもんじゃないですか、それって。二番さ2番3釣りでいいと思いますね。うん。で、黒い位置なうーん。そうだね。やっぱ8番さん黒いね。うん、もうなんか今日も発言、急になんか、ね、2番さん死んでみて9釣ろうって、なんか、よく分かんなかったし。相方わかんないなぁ。8でワンチャン終わるのかなって思ってる。

もう8が白であることを願うしかない。プレイヤーは発言してください。さいマジか。これ5で連れてない場合、明日 PP ですよ。 うん、5で連れてると思うんだけどな、俺は。となるとさ、もう5の相方なんだけど、3か7どっちかなんだよ。正直俺7から行きたいって言ったのは、正直35、5、え、35、57どっちもあると思ったから、正直どっちもよかった。ただ7から行きたいと思った。うん、7番さんから今日グレー詰めてもいいって正直、グレー詰めてもいいと思うんだけどな。おかしいのこの発言。うん。俺目線9が強靭確定してるから、グレーって欲しかったんだけど。 正直、うん、<laughs> 俺の死んだ方の蜂がさ本当黒いんだよ <laughs> 蜂白なのにめっちゃ黒いんだけどそれだけで死ん終えなってめっちゃこれ悲しいんだけどめっちゃ、うん、まあいいですもうこれだから明日もし5で連れていないまいピ p ね終わりです蜂黒だろうなこの紙通ると思うんだよな、ね、9番かんでよ八番オ,オだとなだと9かまなそうな気がする 大丈夫かたぶん昨日守ってると思うけどな9、ね、は <laughs> 4神だったらちょっと笑えますね 朝がきました昨夜死んだのはえ7番これええー、何がなんかったの8番のプレイヤーは発言してください発言してくださいはいおはようございますえー、なん九僕僕じゃないんですけど え、3五じゃないんですこれ三五何やってる <laughs> 3五だと思うんですけどね五番さんの釣りを平と変えたしねはい3で終わると思いますあ <laughs> 黒番 のプレイヤーは発言してください,ださい、はい、8番3黒でした。えっとね、8か3裏なんかめっちゃ迷ったんだけど、2番さんがね、グレーから行きたいって言った発言ね、多分グレーから行きたいっていう発言って強靭じゃできないと思うんだよ。 グレー行きたいっつったら、あのー、オオカミ釣る可能性もあるから、強人だったら絶対占いローラーに持っていくはず。占いローラーっていうか、占い気持ちの番目に持っていくはず。そこでグレー行きたいっていう発言は、正直、強人目が下がって、人狼目が上がった。で、人狼だとしては、俺に初日しろうっていうのも結構納得できるし、うん。だから一番さんが言ったら28ラインね。それでは、あ、28だったら確かに8番オオカミの可能性あるなと思ってしまった。28だったらね。で、昨日投票実際、28が俺に入れてるし。 1>, 1番さんが28ラインを追ってくれて、あ、それだったら2番オカだったら8オのカ可能性もあるなと思って8番さん裏占った。で、8黒。う,ん、うん、これ8つったら終わると思うな、正直。それ以外8番さんの相方位が分かんない。だって8番に初日3、5で入れて,入れてるから、3、5は薄いよね。で、7番も、で7番があったんだけど7、7番今日噛まれてるし、7、8だったら絶対俺は押すはずだから、昨日。だから8番さんの相方も2しかないと思うよ。うん。2しかないと思う。 で8番さんおかしいよね、今の発言も。3から行きたいって。いや8番目さんお礼でしょ、行くとしたら絶対に。俺8番目さん俺が人外になるから、絶対俺釣り押すべきでしょ。八番目線、俺が可能性もあるから、3釣りは絶対おかしいよ、8番さん。かだからそこら辺から黒要素拾ってほしい。で2番さんも57ライン、35ライン両方あるって言ったけど、絶対35ラインの方があるって。5番さんが人応だったら、だって7番は5に入れてるんだよ。だその発言おかしい。57で追うのが。 3、5、5な両方あるっていうのは絶対おかしい。絶対3、5の方がある。5番が人狼だとしたら。ただ、2、8ラインで踊ってる。強靭一はね。何で9かもなかったの。何となく4番な感じがする。4番さんとね、あんま視点が合わない。だから4番さ狩る言とか強靭か、どっちかがと思ってた、ずっと。うん。狩るとかと思ってた。うん。今日は8番に入れてください。絶対に。1番のプレイヤーは発言してください。 か,から言うと8番釣りですね僕も9で新規目打ってます。正直ね、うん、8占ってほしかったところでやっぱ8言ってくれたあの、ね。正直ね、投票結果見て分かるんですけど、初日の夜も5番さん投票してるの2番8番なんですよ。で、2日目の夜も、まあ、9番が2番8番。そうで、今言ってくれましたが、8番さん目線だったら9押す以外なくないですかね、うん。それが出なかったところが、うん、一番黒いところかなとこ。8釣って終わんなかった。 いや8切って終わる気はしますけど、うん、グレーツっていうのはやっぱり狼ムーブですよね。で、2狼だと納得だし、でも強人一がそうなると見えてこないってところ。で、9番さん4番さんって言ったんだけど、うーんってところ。3、4でもね、2切ってんだよね。強人だとしても、昨日の2の、うん、人狼というか、まあ、人外目はすごい分かったと思うんだけどな。うん、3、4で強人がいるのか、はたまた、まあ、5、6、7、どこどっかで噛まれてるのかってところかな。うん 今日8つって終わんなかったら、でも今日 PP 起きてないってことはもう、うん、死んでいいんじゃないかなと思いますね。うん。いやー、それ以上に考察することがないな。もう3番さんなんて2番さん速攻切ったよね。うん。いや、2ずり、2ずりしか飲めないみたいなことも言ってたから、うん。天心考察しかないから。そんなムーブしなくねって思って、うん。で、4番さんも結構真っ先に2番さん切ってたから、うん。強人連れてんじゃないかなと思いますけど、うん。 ここで3、4番さんから、うん、明らかに人狼っぽい、うん、雰囲気が出てきたとしても僕は8人狼で追っているので8で終わると思ってます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。いや、そうですね。まあ、8ロはもう納得もいいとこなんですけど、うん、ただ9番さん、なぜ今日噛まれてないのか考えてほしかった。9番さん、それ言ってほしかったか。な。どういう紙だったのか。うんうん 9番シーンなら噛まれてないとおかしくない。うーん。え、これ負け盤面があるとするなら9、今日の4、黒か。あー、4番さんの色はね、正直見えてないうん。自分と同じ考察してるなとは思うけど、うん、色自体はマジで見えてない。ああなんで今日9番さん噛まれてないんだいや、まあ、ただ昨日2番も、うん、決め打ちで9シーンで決め打ったからね。うーん。えー、っと、まあもう、 急死んなら、急九強なら負けでいいや。自分カリるド使用しますね。うん。初日一守り、二日目九守り。うん。もう八行くか。うん。昨日決め打ったしね。うん。八行く。以上。四番のプレイヤーは発言してください。待って待って。私カリるドね。私借りね。これ、PP 来るじゃん、これ。危ない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 ,危ない。これ三、三黒で、九、今日だね。 逆も、逆もあり得るな。今日安定進行行った方がいいね、これ。うん。初日守ったの9ね。で、昨日はもちろん言わない。いうところね。んーと、まあ、8年、ね。黒かったけどね、もう、そのままあ、終わっていいかなと思ったけど、まさかの語り来たからね、ここはちょっと待ってほしいね。えっと、いずれにしても、いや、待てよ。えっと、 いやそうだよね、うん、そうだね今日は9九九だね今日9つんないとダメだねいずれにしても8白なのか投票を始めてくださいあ,ありえんオラじゃないべ <laughs> 9番 のプレイヤーが選ばれました。ギリセーフ九番のプレイヤーは発言してください。さいうわくっそ <laughs> 負けた。いやこれ三番さん進化いるよね多分。これ四番さん強人だと思う。八番さんは人狼です。はい。いやー多分これ四番強だと思う。で三は進化で三番が強人で多分出ないから。 3万狂人だったら出ないから、多分4万がやっぱ狂人じゃないかなと思う。正解。うん。いやー、3、うーん、そっか、3万3目線は俺が、俺が狂人で4万3をがくろうと思ったのか。いや、違うんだよな。おうん、多分4万が狂人で、やっぱこれ28です。はい。28狼、4万狂人。で<や>、3万3多分、4万3が狼と思っちゃうから俺入れたんだよね。ようん。まあ、しょうがないかな、これは。いや、うまかったな。4万3の出るタイミングが。<laughs> 強すぎたな。や、やったや、ま、進化であったら申し訳ないんだけど、四番さんが、多分強ん狂人だと思う。いや、申し訳ない。か<っ>。夜が来ました。目を閉じてください。これで噛なよ。<laughs> 噛まないでくれよ。噛まないでくれよ。でも九番さんのね、これ遺言ね、これ喋んなかった方が良かったね,ね。勝ちたいんだったら。勝ちたいんだったら、喋らない方が良かったね。 多分8番さんどっちがシンか分かってないから多分正直 <laughs> あ今のであそうなんだ4が狂人で3が狼なんだあ3がシンなんだっていうのが分分かっちゃったから助かった正直今の遺言は僕噛まれる可能性あったから 朝が来ました、まあかまないのは正解かここは昨夜は誰も死にませんでした8番のプレイヤーは発言してくださいはいすいません人道でしたよくわからん <laughs> パニックなんですけどごめんなさい番さんなんか <laughs> どっちが強人か分からんねんけど <laughs> <laughs> 分からん3番さんが強人よねこれ危ねえきっと危ねえやっぱそう思ってたか分からん <laughs> えどうしたんこれ おかしい。<laughs> どうす神はいかったない分かってないいやいや噛まなくてよかった危ない危ない噛めばよかったのかう、はあ、んから教えて。らほ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 らね一番 のプレイヤーは発言してくださいや、8番さん、噛んだら1、あの、二分の1なんで、うん、噛まなくて正解ですね。うん、噛まないで、強、うん、人しようを待って、票を合わせた方がいいですね。まじか、8で普通に終わって勝ったなと思ったんだけどな。カリウドカリウドか。あーいやー、三進4強かな。うん 3、芯じゃない今の初、さっきの感じ、出方がすごい芯だと思ったな、うんああ。4番さんが出てきて9への反らしたから、うん、やっぱ4強じゃないのかな<っ>ああ。違ったらごめんって感じだけど、3は真の出方だったと思うよ。ああただ3番には8番、まあ確かに9強の可能性もあったのか。いやー、まあしょうがない。グッドゲームでした。8番さん、だから強人の方に入れる。あ ?8 番さん誰だ ?3 番に入れるか。3番に入れればいいのか。 3番のプレイヤーは発言してください。さいはい、ありがとうございます。えそうですね、自分、狂人です。はい、狂人です <laughs> 1> え。1番さんはね、ハンターさんなので、まあ、人狼の8番さんに入れていただければいいと思います。8番さん、自分は4番さんに入れます。8番さん、4番投票でお願いします。はい、で、ここ1、四が8番に入れて、投票。で、8番さんが明日4番さんをかんで、えー、明日で勝ちでございますね。 はい8番さんは4番さんに投票してください。1番さんはそうですね。まあ、人狼の8番さんに入れた方がいいと思いますよ。はい。私は強人です。8番さん、4番さんに投票をお願いします。はい。お疲れ様です。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい。もう茶番ですね。うん、8番さん、まあ、9番さんの昨日の遺言を思い出して。うん 9番さんの遺言い合ってた。うん、完全、完璧だった、うん。そこを思い出すと欲しい。9番ーーさんはわざわざ丁寧に教えてくれてる。それが1番さんも丁寧に教えてくれてる状況ね。うん、ここを分かってほしい。で、昨日ね、3番さんが狂人だったら、カリオで出るメリットないんだよね。うん、だったら、1日待った方がいい。それだったら。うん、っていうところね。うん、で、あと、まあ、キューバーさん、 えっとね、どうしようかな。えー、っと、まあ、結果論としては、3番さんに投票してね、8番さん。えー、っと、ど、どう説明しようかな。えっと、噛まないのは正解ね。うん、正解。うん、で、ワンチャン、私噛まれるんじゃないかなと思ってたから、ま、あよかった、これは。うん。えー、で、えー、そうだねえー、っと、私が9番さんずりに持っていったでしょ。うん。3番さんは結局8番さんに入れるって言ってたじゃん。で、僕さ、分かってたんだよ。そうそうそう。えっとね、 えっと、2番さんが9番さん白打ったでしょで、その時点で僕、狂人だから分かってたんだよ。もうさ、最初から。2番さんが黒だってことがね。うん。で、9番さんが死んだってこと分かってたんだよね。うん。だから昨日、9番さん釣りに持って行ったでしょで、3番さんそれしなかった。8番さん投票しようとしてたじゃん昨日。うん。なんでかっていうと、8番さんのこと本当に黒だと思ってて、本当に黒を釣ろうとしてたから8番さんずりって言ってたんだよね。 うんだから、狂人だったらおかしいよね。狂人だったら出て、対抗は私が出るのは分かってるだろうから、それで9番さん釣りをすと思うんだよね。まあ、どっちにしても9番さんの釣りを押した。9番さんシーン分かってるでしょ ?8 番さん。うんで。私が9番さん釣りの流れに持っていった。それをそ分かってほしい。うん。で、もう2番さんが28人狼だってことはもうほぼほぼ分かってた。ずっとね。うん。っていうところ。だから今日はね、3番さんに投票しないといけない。3番さんに投票ね。よろしく。 投票を始オラじゃないべ3番のプレイヤーが選ばれましたごめんどくさかったのかな3番のプレイヤーは発言してください そうですね。ちょっとワンチャンかけたんですけどね。はい。1番。1> えー、3番お疲れ様です。そうですね。いやー、9番さん申し訳ない。1番 1>、うん、4強の8黒か番か,しかいやー、もう、本当申し訳ない、これは。うん。自分が急投票しなかったら勝ってたのかな。いいかああ、そうだね。自分が8番入れてた勝ってたのか。いやー、申し訳ない。うん。お疲れ様でした。いや、これは申し訳なかった。 まどっちみち8番が僕に入れなかったら負けだったのかいや違うわえっとうんどうなるんだ8番をここで釣んないと標準が釣られたら負けるかむん。えどっちみち無理か どっちみち勝ってたか。8ンは釣れないもんな。どっちみち勝ってたっけままあ、いいや。どっちみち PP ですよね。木釣りでも勝ってたのか。 8番が4番投票して13が8投票したら負けたのか。あ、だからそれで合ってるか。よかったよかった。8番さんが4番に投票したらやばかったのか。ありがとうございます。 8番が4番投票してて、で、1三が8に投票して、僕が3番に投票したら負けたのか。だから、いいのか。負けは全然あったか。<noise> OK! よかった勝てて、潜伏教授に決まりましたね。よかったよかった。いや、普通にやってたら負けてたなぁ、これ。<laughs> <laughs> 8番黒かった。2番も8番も黒かったなぁ <laughs>。まあ、救えてよかったですね。これは。うん、ジ g 潜伏して正解でしたね。まあ、僕、潜伏影響陣はあんまりいい手ではないと思ってるんですけど。結果論としてよかったですね。ジ g